こんにちは。気になるニュースを毎日新聞の記者や専門家が深掘りするマイモク。今日のテーマはどうなる日韓関係です。放送中、皆さんからの質問やコメントを募集しています。毎日新聞公式 Facebook ページに書き込んでいただくか、 Twitter でハッシュタグマイモクをつけてツイートしてください。元徴用工問題や輸出規制強化で日韓関係が急速に悪化しています。関係悪化の煽りを受けて民間の交流事業が中止されるなど、各所に影響が出ています。こちら、昨日21日には北京で日韓外相会談があり、元徴用工訴訟問題に関して河野外相は意思疎通を続けていくことで一致したと明らかにしましたが、まだ解決までは時間がかかりそうです。なぜこのように関係はこじれてしまったのでしょうか。今日は前ソウル支局長の外信部米村浩一デスクとこの問題について考えていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1月の前目で、はい、毎日新聞社の格納庫、そのヘリが置いてあるところで、はい、あのレーダー問題について、はいはい、語った以来です、ね、以来です、はいはい、その時もあの日韓 の、 その、レーダー照射問題が解決がすごく難しいという話がありましたよね、はいはい、それに引き続き、引き続き、はい、日韓関係について語って、もっと難しくなって、はいはい、ソウルにいらっしゃったのは2015年から18年です、はい、だから去年の4月に戻ってきました、はいはい、その前は、その前は2年東京にいて、はい、その前が2010年から13年が北京に、はい、北京特派員をやって、はい、その時はあの韓国よりも、まあ、中国と北朝鮮の方を、うん、はい、あの見ていたんですけれど、はいはい、米村さんはもう韓国と、中国北朝鮮についてずっと取材を続けて、割と長いと思います、はいはい、ということなので、まあ、ちょっと今日いろいろ聞いていきたいんですけれど、はい、あの今回すごく日韓の関係が悪化してますけど、はい、まずそもそもの発端は今回は何だったのでしょうか。そうですね、やっぱりあの一番の発端はあの去年の10月にあの元徴用工の問題で、韓国の最高裁判所が判決を出して、はいはい、でまあ、日本企業に慰謝料と払うという、はい、そういう判決だったんですけれども、はい、まあ、このもう判決自体はこれが出ちゃうと1965年に日本と韓国で結んだ協定の意味っていうのがものすごく弱まってしまうということで、はい、私がいた頃からこの判決がいつ出るかいつ出るかと正直ビクビクしていたんですよね、はい、でそうなったら、まあ、出たら日韓関係はまあ大変なことになるというのが分かっていたんですけれど、はい、まあ、その結局予想通り、まあ、そういう判決が出たということです。ちょっといろいろおさらいをしていきたいんですけど、はい、まず日韓請求権協定というのは何なんでしょうか、はい、そうですね、だから1965年に日本と韓国が国交を正常化したときに、はい、まあ、当然日本は植民地時代に韓国にあの財産を持っていましたが、はい、そういうものは全部放棄する、はい、で、そして、まあ、韓国側も日本に対していろんな例えば徴用工の人たちっていうのは非常に苦しい、はい、状況で人権的にも人道的にも苦しい立場に置かれていたわけですけれども、そういう慰謝料、そういうことの慰謝料も含めて日本側が一定のお金をセットで払って、はい、でそれでその請求の権利を、まあ、ないことにするという、はい、そういう約束を1965年にしたということです、はいはいはい、そしてその後の、最近の流れをちょっとおさらいしていきたいので、ちょっと表にを見ていきながら解説をお願いします、はい、まず2018年、そうですね、はい、先ほど言った10月に韓国最高裁の判決が出て、はい、でまあ、これは日本側がどうしてこんなに韓国側に対して不満を持つようになったかという説明なんですけれども、はいはい、10月が判決がありました、はい、そして11月には2015年に、日本と韓国で慰安婦問題について日本政府が責任を認めて謝罪と反省を示して、そしておばあさん生存されているおばあさん1人当たり1000万円を払うという、まあ、合意が2015年12月にあったんですけれども、はい、その合意
合意に基づいて作られた、財団、和解癒し財団を11月に韓国政府がもう、解散するんだと発表してしまうんですね、はい、でそれは日本にとってはあの合意が守られなかったという、うん、そういう印象を受けるものだったと、はい、そして12月が先ほどもお話があったレーダー照射問題があって、はい、これも照射したしないの話になってしまい、うん、で日本側としては韓国側に不信感が、うん、あの膨らむといった流れがあったと思います、はいはいはい、でその上で、この徴用工の問題にその判決の問題っていうのは、まあ、単純にあの韓国側が約束をあの破ったというふうに言う方も多いんですけれども、うん、私の見方はどちらかというと約束を破ったというよりも、あの約束についての解釈が韓国が新しい解釈を出してきたので、うん、という解釈があのぶつかるようになったということなんですけれども、それで1月に日本側としてはじゃあ解釈が違うときには、はい、その対立を解消するために話し合いをしましょう、うん、ということで1月に話し合いを要請したんですけれども、それに対して、その返答というか、うん、話し合いに応じてくれない時期が長く続いたというのが今までの流れです、はい、この解釈が違うっていうのはもともと違ったんですか、それとも最近になって解釈の違いが浮き彫りになったんですか。ですね、もともと違う部分もあったんですけれど、もともと違う部分は 何かというと、はい、それと、今回のが関連するんですが、もともと違ったのは、朝鮮半島を日本が植民地にしたことについて、はい、韓国側は不法だったと言っていて、はい、日本はその頃他の国も植民地にしていたし、あれは国際法的には合法だったという日本側の立場があって、はい、それがぶつかっていたんですね、はい、でそれは曖昧な形で、お互いに、もはや向こう、とにかく今はもう植民地じゃないんだから、あの向こうだという言葉で、曖昧に、妥結したんですけれど、はいはい、そこが今回の判決では去年あのポイントになっていて、韓国の最高裁の論理はすごく分かりにくいんですけど、はい、どうなっているかというと、はい、確かに請求権、日本はお金を払った後、はい、でそこに慰謝料も含まれていた、はい、だけれども、あの時に話し合いの時に朝鮮半島の植民地支配は不法だというふうに認めてなかったでしょと、はい、そういう前提でした議論じゃなかったでしょうと、はい、そうすると不法な植民地支配によって不法な日本企業が不法な非人道的なことをした、はい、このことはカバーされてないんだと、あの時の合意にはカバーされてないという論理を立てて、はい、そこでだからカバーされてないので、以前もらったお金とは別の請求をしますと、はいはい、でそこで日本企業はお金を払わなきゃいけませんという、そういう論理を立てたんですね、はいはい、でそうすると日本としては、いやもともとああいうふうに約束をしたのは日本企業が韓国に行って進出して、はい、いろんなビジネスをやったりしても安心してビジネスができるようにということで約束したのに、はい、もう何十年も経って、その約束とは違う解釈を出してこられては、はい、我々としては困りますという、はい、そういう対立があるということです。もともとの歴史認識の違い、はいはい、曖昧なこうちょっとグレーだった部分っていうのが今、はい、どうなんだっていう話になっているっていうことなんですね。そういうことですね、はい、韓国側としてはそこをグレーにしたこともずっと不満を持っている人たちはいたので、はいはい、その不満が判決に反映されたということだと思います、はいはい、元徴用工の問題についても、はい、解決これでもうしましたと言ってもやっぱり不満を持っている人たちはもちろんいたわけですね。そうですね、それはおそらくいろんな戦争犯罪だとか、でもどこの国でもほぼ同じだと思います、はい、例えば、はい、イギリスとケニアの間でも似たようなやり取りがあったんですけれども、妥結した後も当然不満を持っていらっしゃる方はいたので、はい、
普遍的なものだとは思います。そうですね、はい、まあ、それが今噴出している、はい、ということなんですけど、あの過去にも竹島問題などをめぐって、はい、日韓の関係がすごく悪化したことはあったと思うんですけれど、はい、その過去の例と比べて今もう戦後最悪とも言われてますけど、はい、米村さんから見てどうですか。あ、それは、まあ、あの戦後最悪かどうかはちょっと難しいんですけど、うん、そもそも国交がなかった時期も長かったですから、はい、うん、ただ今回のが今までよりも厳しいのは間違いなくて、うん、それはあの私の理解では、はい、例えば竹島の問題であるとか、うん、あとは日本の政治家が歴史問題について、まあ、韓国の国民感情を傷つけるようなことを言ったとか、うん、また教科書の書きぶりだとかっていう問題っていうのは、まあ、それは何て言いますか、ちょっとイメージの世界のものなんだけれども、今回は明確に韓国側の受け止めとしては経済という武器を使って、はい、まあ攻撃してきたと、はい、具体的に攻撃してきたというふうに受け止めてるんですね、はい、でそれも私たちにとって一番半導体を作るというのは、はい、あの韓国の経済をとても支えている部分なんですけど、そこを狙ってきたというふうに受け止めているので、反発も強いということだと思います。だから今までは例えがいいかどうかは分からないですけど、口喧嘩のレベルだったものがちょっと手を出してきたというふうに受け止められているというふうな感じですね、はい、実際にその輸出を規制するともう本当に韓国では主要なあの生産物が作れなくなるっていう打撃があるわけですよね。いや、打撃はないんです。あ、はい、あのもし本当に輸出しなければ打撃はあるんでしょうけど、はい、あの輸出は手続きにあのちょっと 3,4 週間 4,5 週間かかるだけで輸出 されるんですけれども、はい、だから日本側は今はだって打撃はないでしょうと説明しているんですが、韓国側としては今なくても、うん、もっとあなたが気分が悪くなったら止めるんじゃないの、はい、信頼できませんというようなことで、まあ、あの感情的になっているというところがあると思います。あ、はい、あの韓国の国内の抗議集会などの映像を見ていると、あの反発の対象は日本っていうのではなくてノー安倍、はい、反安倍だというような印象もあるんですけれども、実際韓国の国内ではどうなんでしょうか。そうですね、うん、あのまあ、そう言っていらっしゃる方も多いんだろうと思います、まあ、実は私このあと夜の便でソウルに行くので、そうなんですか、自分の目で見ないと何とも言えないんですけれども、はいはい、ただあの最初の時の反発の雰囲気については少しブレーキをかけなきゃいけないという空気が韓国の中にもあって、だからそのために日本全体、日本国民全体に対してあの対立ムードをやるよりも、まあ、政治家だとか政権にした方が、あの少し落ち着いた対応ができるという発想はあるのではないかなと思います。ただこれもあの私は2012年に中国と日中関係がものすごく悪化して、はい、反日デモがいっぱいあった時にも現地にいたんですけど、はいはい、まあ、中国の人も同じことを言ってたんですよね。あの時は野田首相だったんですけど、はい、まあお前ら日本人がみんな野田っていうわけじゃないからななんていうことを言っていたので、まあこういう国家間がこじれた中でも個人間の関係はあの維持していこうという発想っていうのは、まあ、あの中国でも韓国でもまた日本でも多分あるのではないかと思います、はい、あの外信部の澤田部長があの幸福節に合わせてソウルに行った時の記事を、はいはい、あの毎日新聞の政治プレミアというところで書いてましたけど、その時あのタクシーの運転手さんに、日本がその嫌いというわけではなくて安倍もあの文もダメだというような話をしていたというような記事がありましたけど、はい、どっちかというとやっぱりその国が嫌いっていうよりは今のその2人の対応が良くないというような感じ方もあるんでしょうか。それはあると思います。でやっぱりムンジェインさんも少し途中で変わりましたけど、ムンジェインさん あの発言のやり方も最初はちょっと対立を煽るような発言がはっきりあったので、はい、それは安倍さんもちょうど選挙途中だったということもあってありましたよね。だからまあそういうところに対する批判的な視点っていうのは、うん、あるんだろうと思いますね。そうなんですね。じゃあ結構そのムン大統領に対してそのあんまり煽るような発言は控えてほしいというような世論もあるんですか。
うん、そこまであるかどうかはわからない、ちょっとわからないですけれど、ただもともと当然、日本でも安倍さんに対して支持する人と批判する人がいるように、うん、韓国でもムンジェインさんに対する批判っていうのはもともとあるので、うん、その批判する人たちの中では、うん、やっぱり日韓関係が悪化していることについてムンジェインさんの責任を問わなければいけないという意見は当然あると思います、はいはい、あ、そうなんですね。あとですね、ちょっと質問が来ている。あ、今全然関係ないんですけど甲子園決勝が終わったそうで終わったんですね。履正社終わったんだ、おめでとうということで、この番組甲子園の決勝の中見てくださってる方ありがとうございます。おめでとうございます、はい、結果が今分かってしまいました、はい、あと、今回の悪化の原因は日本政府の過去への反省の欠如にあると思いますという意見があります。これはよく言われることですがどうでしょうか。そうですね、なんか最後にも言おうと思ってたんですけれど、うん、ですね、まあ、ちょっと、これもともと徴用工の問題もそれから輸出規制の問題もかなり技術的な問題ですよね、うん、じゃ専門的知識で冷静に解決を図れる問題だったのに、うん、ここまで感情的に膨らんだという、うん、そこの部分の理由については日本側の発言その他に傲慢な部分が、うん、あったというふうに私も思います、うん、で、まあ、それはどういうことかというと、まあ、よく言うのが、ですね、まあ、まず約束を守らないという言い方自体がちょっと見下している感じがするんですよね、うん、それから、国際法を知らないとか、うん、ただ韓国社会はもう80年代とは全然違う社会になっていて、うん、教育水準、経済規模、はい、企業の技術力といったところでももう完全に先進国ですし、はい、国際法の専門家もアメリカでその博士号を取ったような人たちがいっぱいいる社会なので、はい、そういうふうな上から目線のやり方というのが、日本側からするとというか韓国側からするとですね、非常に、はい、不快に映ったという部分はあるだろうと思います、はい、だからこうどうしても対等な対話っていうのが難しいというかそういう見下されてるのではないかというのが透けて見える、あると、でそれはでも裏返しで韓国側も同じで、うん、やっぱり人間って自分が多分30代40代の時に作った認識がかなり続くんだと思うんですよ。だから日本側にはある一定の世代よりも上の方々のには韓国はずっとまだ後ろにいるはずだっていう認識があるし、韓国側にも日本はもう実態にはもう韓国と日本の国力はかなり近づいているんだけれども、はい、とても大きく強く見えるのでそういう認識が残っているのでなんでその弱い者いじめをするんだというような発想で過剰に反応すると、はい、で先ほどの話でも日本が韓国企業に打撃を与えられるかっていうと国際社会の仕組み上無理だと思うんですよ、私はそんなこと、はい、で、だけれどもだからできないんだけれども韓国側はできるかもしれないと、私たちに打撃を与えられるかもしれないというふうに思ってしまって、そこは実態の日本と韓国の国力はこのぐらいなのに日本ではこれぐらいだと思っている人がおり、韓国でもまだ年配の方はこれぐらいだと思っている人がいて、それで感情の問題がもっと膨らんだっていうところはあるだろうなと思います、はいはい、次の質問、軍事政権下での約束に市民が不満を持つのは当然ではないか。その不満を持つのは当然というか、あの時だって不満を持って反対デモをしてたので、市民たちは反対デモがあったので、まあ、不満を持つのは、あるんで当然ですけれども、ただでも不満を持ったからその合意がなかったとかそういうことにはならないので、まあ、それとこれとは別の問題だと思います。はい、まあ、ただやっぱ日本側もこう不満を持っているだろうっていうことを前提に何ていうか配慮そうそうです、ね、必要なのではないですかね。でまさに1965年で日本側の建前っていうのは65年で全部終わりましたっていうのが建前なんだけれども、はいはい、でもやっぱりそれで終わったとは言えないので、
その後のさまざまな村山談話ですとか神談話ですとか、うん、それからアジア女性慰安婦問題でのアジア女性基金、うん、そして今回の慰安婦合意というようなものが全部その不十分だったということは理解しているので、その上に補完するために積み上げてきた努力というものが、はいはい、実際には存在するということです。そうですね、はい、次、双方がごめんと謝罪しないとずっと平行線では。そうですね、まあ、だけど先ほども言いましたけれども、まあ、これだけ感情問題になっている背景には、まあ、日本と韓国の国力がどんどん近づいてきていて、ね、日本から見ても韓国はライバルとして脅威にもなってきているというところもあるので、はい、認識をお互いに調整して、うん、そのために必要なプロセスなのかもしれないというふうにも思っています。それからですね、先日大きな話題になりました愛知トリエンナーレ、はいはい、そこで肖像像が展示されて中止を求める脅迫が相次いだという事件も起こりましたが、はいはい、まあ、肖像というのは物議を醸し出すことが多いと思うんですけれど、こうしたその日本国内での動きなんかも日韓の関係にこう影響あるんでしょうか。どうでしょうかね、まあ、これは基本的には日本国内の、うん、問題で、まあ、表現の自由と密接に関連する問題だと思います。で、まあ、別にこれ自体韓国政府が何か関与したわけではないので、それが直結するとは思わないんですけれども、ただやっぱり私の個人的な考えとしてはやはり慰安婦問題については、ちょっと特にこの像について日本国内で騒ぎすぎ、ちょっとあまりにも何か大きく捉えすぎているとは思います、はい、でもう慰安婦合意2015年の合意を見れば分かるんですけれども、日本政府としてもこの慰安婦問題でこれが人権侵害であり、で日本政府に責任があると、でそれで謝罪と反省をするということは表明していることですので、はい、そのことについて、まあ、例えばこういう象徴する像があったからといってあまり何か心を傷つくような対応をするというのは、まあ正直言って日本のためにもあまりプラスにならないのかなというふうに思います、はい、それから先ほどもその、まあ、年代が上の方だとどうしてもその若い時の印象でずっと引きずって考えてしまうという話がありましたけど、逆に若い人はもう今韓国の文化もすごい人気で、もう新大久保行くともう人いっぱいですよね。で若い人はもうそういうこと、もう政治と文化は別だというふうに考えてる人が多いと思うんですけれど、韓国の若者は逆にどう捉えてるんでしょうか。そうですね、今回に限って言うと先ほども言ったように、まあ、経済という政治問題について経済という武器を使って攻撃してきたという気持ちがとても強く、そういう報道になっているので、はいはい、まあ、若い人も反発はしているんですが、はい、ただもう私がいた3年間で見ていても、うん、とにかく日本式の居酒屋だらけなんですよね、はい、韓国も、うん、で食べ物、それから最近も日本の小説だとか、あと子供の本だとおしり探偵って、うちの娘も大好きなんですけど、はい、おしり探偵が韓国語を訳されてて韓国の子供も大好きなんですよ、はい、で、まあ、そういう小説だとか、当然アニメ漫画といったものがもう完全に日常的なものになっていたので、まあ、日常的に好んで、利用していたもの、食べていたものというものは、まあ、政治がどうなろうとも多分また引き続き、まあ、一瞬タイムラグはあるかもしれませんけれど、うん、みんな利用するというふうにな状況が続くだろうと思います、うん、そうですね、はい、日本国内の特に地方は、うん、韓国人観光客の方がもう激減して、かなり大打撃になっているというような記事も最近出てますけど、うん、これもなかなか有効的に観光客の方々を受け入れた方にはなかなか
辛い問題になってますよね。そうですね、特に西日本はあの韓国からの観光客が非常に多かったので、はいはい、そうだと思います。だこれもやっぱり政府がこの解決していかないと、そういったところにも大きな影響が出ますね。そうですね、いや、まあ、観光に関わってらっしゃる方は、まあ、長期化しないことを祈っているだろうというふうに思います。はいはいはい、そうですよね。ところであの先日のその報復説なんですけど、はい、あのずっと日本の批判を続けていたムン大統領が、あの演説では批判を控えたということがありましたけど、はい、今後そういった解決に進んでいく空気になっていくんでしょうか。そうですね、あの私も聞きましたけど、うん、まあ、割といい演説だったと思います、うん、で、まあ、日韓の国民の間の友好が傷つかないように、まあ、望む、そういう、まあ、そもそも高い水準の成熟した国民意識が韓国の中にはあるんだというようなメッセージもあのムン・ジェインさんはおっしゃって、はい、まあ、要は行き過ぎた不買運動にもブレーキをかけるような表現だと私は受け止めたんですけれども、はい、そういうのは本当にまさにあの日韓の国民感情が加熱していくときに、指導者として出すべきメッセージだったというふうには思います。ただあの徴用工の問題というのはもっと技術的に、はい、あの専門的な議論が必要なので、はい、すぐ解決する問題ではない、はい、もう少し時間はかかるだろうというふうには思います。はいはい、あの米村さんに日本政府がその解決に向けてどう動いていけばいいのかということをキーワードを書いてもらいましたので、はい、ちょっとそれを見せていただけますでしょうか。はい、なんかさっき質問をいただいた時に、はい、まあ、言ってしまったんですけれども、はい、謙虚に対話、はい、やはりこれそう簡単にこの日韓の問題っていうのは、うん、簡単に解決はしないだろうと思います。で対立もそれなりに長く続くんではないかと思います。はい、でその時に一番対話をしなきゃいけないというのは当たり前なんですけれども、うん、やはり日本政府にはできるだけ謙虚な姿勢というものを持ってほしいなというふうに思うんですね。でそれは私個人は正直言って、簡単安易な譲歩をしてもしょうがないというふうに思っている方で、うん、はい、というのはそれをやったとしても、うん、根本的に日韓関係が安定して進んでいくかどうかわからないの で、 そうです、ね、その簡単に譲歩して、まあ、その場しのぎの解決というのは望ましくないと思っているんですが、うん、でもだからこそ謙虚に日本政府にはやっていただかないといけないと、はい、でというのは傲慢な姿勢っていうのは、うん、とにかく今後はなんていうんですか、日韓の対立についてはいろんな国が見てるんですよね。はい、まあ、アメリカが中心ですけれども、はい、うん、でそこから見て偉そうにしてる人を、うん、支援してくれる人は誰もいないと思うんです。だから対立は対立で、はいははい、いいえはいいえ、曲げられるとか曲げられる、曲げられないとか曲げられないと言いつつも謙虚な姿勢が必要だって、質問もいただきましたけれども、はい、で特にやはり1945年以前に日本がやったことについて、うん、それによって引き起こされた人権侵害については反省する姿勢っていうのは、うん、持っとかなきゃいけないと思うんです。はい、でも謙虚に反省してるから譲歩しなきゃいけない、それは別の問題なので、はい、主張するところは しっかり主張するためにも、うん、謙虚で反省する姿勢を維持していただきたいというのが、はいはいはい、私の考えです。はいはい、ちょっといくつかコメントが、日本政府は国際法違反と力説している、個人の請求権がから消えていないことを隠しているように見える、どうしてですか。この問題も結構割と誤解があると思うんですけれども、はい、去年の韓国の最高裁の判決というものそのものが個人請求権の話はしてないんですね。はい、個人請求権13人かなんかの裁判官がいて、7人の多数意見が最終的な判決になったんですけれども、はい、それは先ほど説明した個人請求権の話ではなく、はい、
あのややこしいロジックなんです、はいはい、だから実は個人請求権が消えているとかいないとかっていうのは、うん、あの判決からすると争点ではないんですね、うんうん、はい、だ全く、まあ、別の新たな問題として、そう、新たな解釈、ね、その個人請求権があるないとかっていう話とは別の解釈、うんうん、ロジックで、前回の判決があるので、はい、まあ、この判決によって今の日韓の対立が生まれている以上、判決に沿って議論した方がいいのかなというふうに思います、はいはい、それからもう一つ、未来志向で仲良くすべき、両政府がわざわざ軋轢を作って内政の混乱を見えなくしているという意見が来ていますね。そうですね、はい、うん、まあ、あのおそらく両方とも望んではいなかったとは思うんですけれども、ただ、当初両方の政府が少し煽るような発言をしていたということは事実なので、それによって問題が複雑化して大きくなったというところはあると思います、はいはい、あの1月にレーダー照射問題を解説してもらった時も、あの最初はまあ穏便に済ませようという話し合いだったのが、だんだんこう勝ち負けのようになってきて、複雑になってきてしまったという話がありましたけど、まあこの一連の問題を通してそのような空気になっているような気もしますよね。だからやっぱりもっと一旦実務レベルに落として実務的な議論をすると、その間まあ両サイドメディアも含めてある程度見守るという姿勢も必要かもしれないですよね。わかりました、はい、どうもありがとうございました。では今日の前目はこれで終了です。次回は8月29日午後4時からお送りします。テーマはどう読む昭和天皇拝謁記、解説するのは毎日新聞の伊藤智永編集委員です。皆さんから事前の質問も募集しています。ぜひ書き込んでください。それでは来週も見てねー。